ロベイ会社は極東と北アメリカでの植民地経営と毛ワ交易を目的としたロシア帝国の国策会社、直居会社である1799年パーベル一世から官僚、外交官のニコライ・レザノフへの直居により成立したロベイ会社で活動したアレクサンドル・バラノフロシア領アラスカの初代総督でもあるロベイ会社の設立以前はアラスカの毛川交易は イルクーツクの商人グリゴリー・シェリホフとその娘婿で、あるレザノフの会社が独占していた。1784年、シェリホフは仲間のゴリコフと共にアラスカ南部のコディアック島に進出して入植地を築き、1790年にはアラスカを植民地化していくつかの毛皮会社を設立した。シェリホフが1795年に死んだ後はレザノフが会社を継いでおり、 アラスカの現地ではシェリホフに雇われた商人、アレクサンドル・ワラノフが入植地を増やしていた。直挙では、ロベイ会社は、ロシア領アメリカやアリューシャン列島、チシマ列島での毛皮採取、鉱物採掘を20年にわたり、独占的に認められた。20年後の1821年には、新たな直挙により、ロベイ会社は、北緯51度以北にまで、その支配地域を伸ばした。 会社には商人たちや宮廷、皇族の面々が出資しており、直挙によれば、会社の利益の3分の1は皇帝のものとなった。1790年から1818 18年まで、アラスカ総督も務めたバラノフのもと、ロベイ会社は多くの拠点を置いた。1804年には、首都下の戦いを経て、アラスカ南部にノボアルハンゲリスクを築いた。ロベイ会社は、 北西太平洋沿岸のアラスカからカリフォルニアにまで要塞を築いており、最も南の要塞ロストリでは現在のサンフランシスコのすぐ北にあった。首都下に残る聖教会の聖度路米会社の経営は最初から厳しく、食糧難で入植地は崩壊寸前となり会社は大きな損失を出した。レザノフはアラスカの維持のためにはまず日本との交易が必要と考え、 自らペテルブルクから長崎へ来航したが不調に終わった。半年を長崎で待った後、彼はカムチャツカ経由でアラスカに向かった。レザノフは現地の規律を立て直し、食料内解決のために今度は南方のスペイン領あるたカリフォルニアへ向かい、食料調達と交易確率を図ったが、彼の死により、スペインとロシアの条約締結はならなかった。 ロベイ会社の本拠が置かれていたノボアルハンゲリスクの1837年のヨースバラノフは1818 18年に総督から退きロシアに帰る途中で病死した。同年、ロシア政府がロベイ会社の経営権を承認たちから取り上げ海軍、主官たちが経営を行ったが、彼らの多くは毛皮交易については無知であり、経営は傾いた。 しかしこの時期のロベー会社で結出した人物には探検家、海軍士官のフェルディナント・フォン・ウランゲルがいる。彼は1830年から1835年にかけてロベー会社でアラスカ総督を務め、1840年から1849年まで首都ペテルブルクでロベー会社支配人になり入植地を建て直しライバルのイギリス商人やアメリカ商人らと競争した。 ロベイ会社はアラスカ全土を実行支配できず海岸部の支配にとどまり、1830年代以降はイギリスのハドソン湾会社やアメリカ人のハンターらがカナダ方面から内陸部を伝って進出し、アラスカの毛ー交易に参入してロベイ会社のライバルとなった。ラッコなどの毛ーはアラスカからシベリアを横断してロシアに向かうため輸送量が高くつくのも悩みの種だった。また、 ロベイ会社の弱点である食糧難は解決できず、ロシア人の入植地は太平洋を航海するアメリカ人の船による補給に頼っていた。しかも1821年の新たな直挙は競争相手である海外勢力との接触を禁じていたため、食料を補給しけがを買ってくれるアメリカ船とのつながりが立たれた。結果、ロベイ会社はアラスカへ沿岸を通って北極海に出る航路を ハドソン湾会社に認める代わりに同社と協定を結んだ。1840年代もロベイ会社にとり厳しい時期だった。海岸部の先住民たちはロベイ会社の下で厳しい労働を強いられていた。アリュート人はアリューシャン列島からアラスカ本土へ移され、ラッコ狩りや軍部などに従事していたが、その人口は薬病や老液で減少傾向にあった。またトリンギット族は ロベイ会社に服従せず何度も入植地を攻撃した。しかしこの時期からロベイ会社を経営する海軍、士官たちは学校や病院の建設を行い生活向上の努力をしたため人口は回復し始めた。アラスカのセーゲルマン、アラスカの聖院の研究、モスクワ総主教聖ホンといったロシア聖教会の聖職者たちもアラスカに入り、 毛皮商人の先住民への虐待を止める一方で、先住民に対し現地文化や共同体を重んじた不況を行ったため、先住民の入信者が増加した。アリューシャン列島などでは今日でもアメリカ正教会に属する制度が多く立っており、正教徒も多い。八百六十年代には、ロベ会社の経営は、毛皮の動物の乱獲や英米商人との競争のため依然として、 厳しさが続いていた。ロシア政府は、今度から遠く離れ補給も防衛も困難なアラスカを切り離そうとし、1867年にはついに、アラスカはアメリカ合衆国に売却されることとなった。アラスカはアメリカ領アラスカ県となり、ロベー会社が持っていたアラスカの権益は、サンフランシスコのハッチンソンコールカンパニーが引き継ぎ、 後に、アラスカ商業会社と会社名が変更された。アラスカ商業会社は、デパート経営、アラスカでの機械販売及び、遠隔地での小売店経営を行い、デパートや機械部門を売却した現在も21の小さな村で商店を経営している。ロベイ会社は、アラスカの初期の探検や、学術調査も行った。アラスカ南東部には、今も、バラノフやウランゲルといった、 ロベイ会社の支配人や総督たちの名を冠した地名が多数残っている。レコーズ・オブ・フォーマー・ロシアン・エイジェス。ありがとうございます。